ったら岡崎まであと 500m ってなりました。まあまあね、やっぱあるんですね、岡崎のインターって。まあ市街地がね、かなり東の方なんですよね、岡崎入ってから。そうだから八八町って仕事してた時も結局ドンキとか飯食いに行くのも結局ね、カリカリ食いに行ってたイメージが。田舎の時はもうガッツリ行って岡崎堪能しましたけどね。岡崎はね、これ冗談抜きで本当にね、あのラーメン屋さんうまいんですよね。今日ちょっとラーメン屋が寄れるかどうかは分かりませんけど、本当にね、岡崎の名物は豚骨ラーメンといっても過言ではないというぐらいに豚骨ラーメンのうまい店本当に多いのよ。岡崎からトヨタにかけては本当にね、いっぱいあるんで、もし気になる方はね、またちょっとおすすめの店とか出しときます。うちはうちで、まあうちが出さなくても、だって東海オンエアさんのね、おすすめのお店とかいっぱいありますからね、そこを聞くときは。さあ、俺は満腹店行ったことないんだよな、満腹店行ってみたけど、あれ車ではちょっと行きにくいみたいなんで。いやー、岡崎インターで降りるの久しぶりですね。6年ぶりぐらいかな。で、確かこっちでよかったよね。そう、蒲郡方面、岡崎、名古屋ってことですね。こっちの方で。で、そのね、本当に、オンエアさん、うんぬんの前に、本当にちょっと仕事でね、そんなにがっつりと、そのお店の配属になってね、働いておったわけじゃなくて、応援っていう形でね、まあ、それでも月7、8回とか来てましたから、結構な頻度で来てましたからね。そうそうそう、この入りにくいインターね。インターの出口がね、分かりにくいんですよ。で、そのまんま結構、1号線走ってる中で合流してからかったら、大変なのよ。この交流体験一緒、さあ無事交流したら、おレギュラー140円安い。あ、そうだ、思い出した、あのね、岡崎ってガソリン安いんだわ。岡崎からね、北にかけて、そうガソリン安いのよ。おお、そう忘れてた忘れてた。だからわざわざこっちで入れてても、ギリギリ前に粘ってね。そうそうそう、あ、今回もいいや、3メモリー3ぐらいまで来てるから岡崎で入れてこう。何なんでしょうかね、本当あのオンエアさんで、あのうろっとる分ガソリンも、ガソリン税、地方税の分、いや免税になっとったりとか、そんなあったりするんですかね。まあさすがにそれはないでしょうけど、ただ本当にあの観光、若い人の観光には非常にいい感じになってるらしいですからね。ですから南の方はあんまり詳しくない。この通り沿いはもう何回も走ってましたけどね。で、駅の方に向かってくるんです。まあこの通り沿いだったらいろいろと経営もあるんですけど、でもね、意外とあの南北に通っとる筋、なんていうんだっけな、秋田とかあるね、通りの筋、あそこ行くといろいろあるんですけど、何これ、寿司海鮮丼、何気になる、トトマル宅配寿司でお持ち帰りで海鮮丼とかがあるんだ。500円で、いいな、なんだったらあれなんですよね、あわよくばこのまま三河か遠州地方で一泊しちゃって、明日静岡丸っていう天幕があるんですよ。そうすると一つちょっと裏技が使えるんで、それを使ってもいいな。確か明日が赤日になってましたもんね。だとね、裏技が使えるはずなんだ。もしくは、もう一つの裏技があるんで、ちょっと岡崎、どこかな、岡崎駅前の方がいいかな、あれだったら。金券ショップをちょっと巡ってもいいな。
ればいいですしね。それが一泊しちゃって、一回だけね、使っちゃうっていう手だと、一日分で済みますし、豊橋の方から乗ると、一つね、静岡の方までフリー切符が、の設定があるんですよ。静岡管内ってことで、豊橋までの切符っていうのがあるんで、あれ使ってみてもいいな。あれがね、土日祝で、普通だと月曜日が黒日になるんですけど、今回確か山の日がずれて9日が、あれなんですよね、祝日扱いに確かしてあったはずなんで、今回滑り込みで使えるはずなんですよ。で、ここの辺りが今、東岡崎の近く。で、東岡崎駅、いわゆる日が丘ですよね、の辺りですよっていうところらへんで、あ、これが噂のリブラか、図書館交流プラザ、へえ、きれいね。で、厚生通りでしたね。ですね。厚生通りってやっぱりあれなんですかね、家康生まれたところの通りやでっていうような感じなんですかね。家康のやつでですからね。まあ、何をかこそこの岡崎のね、岡崎城がね、まさに、徳川家のね、お城でございますからね。そう、すごいですよね。おしびこがあるよ。肝心のところでぼやけちゃいましたけどね。そっか、あんなに近いところに、いや本当でも岡崎って言って、このその、あの市街地がずっと広いんですよね。城下駅、城下町、のあたり、あ、城下町って言ったら、まあ、岡崎で全体が城下町ですけど、うん、城周り、お城周りから岡崎も東岡ね、東岡崎のあたりと、もう一度ね、あの岡崎、JR の岡崎駅とかがあったりするんで、結構どこもね、まあ、ちゃんとね、あの大きいんですよ。さあ、そろそろ茶番の準備をしないといけないです。あ、来た、岡崎ね、ずっと、あ、岡崎インターで降りてね、なんか岡崎市内を走っとった気がする。さっき、ボンサバルーの、あの、東海オンエアのりょうさんの広告がね、目の前を通った気がするんですが、あれ、こう、あれかな、イカでも流してるのかな。ねえ、ね、もしかしたらイカでも、好評で流してるのかもしれません。もう、何してね、伊賀橋。今これね、渡ろうとしてるのが伊賀橋ですから。もう、これはの伊賀ですよ。ほら、伊賀八幡宮ってなってますもん。ね。うん、伊賀川、なんか川の横に愛知県とか書いてあった気がするけど、ああ、そんなわけない。あの、だって、あの、越知川って言ってね、あの、愛知と書いた川がね、あの、越知郡とかって言って、あの、滋賀にあったりしますからね。そうそうそう、愛知って他の地域で使われてることも多いですか、愛知県って言葉もきっと愛知県以外で使われてることもあるんですよ。で、伊賀町。ああ、さあ、どこだったっけな。青木スーパー、どこだったっけな。この辺りのはずなんだけどな。伊賀から次、伊賀町に入っちゃった。ああ、行き過ぎてるな。伊賀まで来ちゃダメだな。しかし、ややこしいですよね。伊賀町の隣が伊賀町ってのも厄介ですよね。伊賀あったよな。伊賀って、伊賀市に伊賀、探してもあるでしょ。ある。伊賀地区だったら、ほら、名張とかも含めたら、きっとどっかにあるよ、伊賀って。うん。ね。うん。逆に言えば、よく地図なしで、ふらっと6年ぶりに来た、岡崎でここまで来れるのに、あ、でも、待てよ、ここまで来てんだったら、ドミー寄った方が、はい、いや、そういうことで、だって伊賀町だったから、どう、いや、でもね、ドミーだったら行ってたから、
今これ何通りって言ったっけな、県道26号線にね出て、で24パー沿いにはないよな。24パー沿いだったら走ったことあるとか、もう24パー沿いに来てるんだったらワッシュ寄りてえな。めんめんワッシュってやってるのかな。確か24パー沿いだったと思うんだけどな。でこの先ちょっと行ったら稲熊町っていう、ところに入ってるはずですよ。あー久しぶりだからさすがにちゃんと覚えてねえんだよな。っていうか店が変わってるんですよね。待てコートダジュールがある。待てよ、このコートダジュールって確か競合店だったとこだよな。ギャフン何の仕事だったか言っちゃったみたいな。この先だよな、稲熊町って。もう先って南側だよな。マッシュはもうちょっと北か。いやマッシュ見てな、1時過ぎだからもうだいぶ空いてきてないかな。まだちょっとあれかな、あそこもね大人気店なんですよね。そうここはね、なんで知ったかっていうと、それこそそのお店で働くじゃないですか。そうすると学生のバイトの子とかがいるんでね。そうするとやっぱ地元の学生さんじゃないですか。だからやっぱね、うまい店の情報とかね、入ってくるんですよ。特にラーメン屋さんとかはね、なんか知らんラーメン屋さんとか、岡崎うまいラーメン屋いっぱいありますよ、教えてくれてたやつとかがいてね。待てよ、ここ丸源やろ。この辺りもあれですもんね、全部っていうか、この辺の飲食店ってほぼほぼオンエアさんが、何かしらで、取材してたりなんかやってるから。そうで今そこ丸源ラーメンがあったら、もう次横がもう別のラーメン屋さんがあるんですよ。すんごいのよね、丸源も。だから私が仕事しに来とった時はあそこに丸源あるし、でも味噌ラーメン、ここは変わったのかな、知らないな。濃厚味噌ラーメン、あったら。だからここら辺飲食店も本当によくて、もうマックがあるでしょ。マックもあるし、しまった、これマックか、マックの渋滞か。いざ西やから、あのね、さすがに6年ぶりだと店がいろいろ変わってる。あっ、で、すっげえ万歩計すっげえ並んでる。うわー、そうだ、万歩計こっちにもあったんだね。そう、2店舗あるんですよね。もうすっごい行列やった。あー、でももう万歩計まで来てんのか。正直ね、腹減ってたよな。もうちょっと時間ずらそうかな。いや、やっぱね、YouTuber やってて一応ね、まかりなりも YouTuber やってて、おめえ、しれっとね岡崎来たんやったら、やっぱ満腹じゃないかと食べるっしょ。そっかそっか、あそこ駐車場あったんだ。駅前の方のイメージが強かったんで、そういえば、忘れてましたけど、伊賀町の交差点まで戻ってきました。これを東で行くのかな。びっくりした、思ったより全然ずれてました。何、ここもラーメン屋さんがある。一国道、あ、これ一国道か。はいはいはい。何か怖いね。いや、なんやかんやで、やっぱオンエアさんが行ってたところだよな。で、ごめん。まずは、いや、強。ここだよね。ここだね。あった。まずうちの動画の企画やらないといけませんからね。すいません、もう一つね、横の数字曲がったところでないとダメだったらしいですわ。東西じゃなくて南北の、でもこっちも確かに広い道だ。
してんよ。あら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 、やっちゃ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 、来た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 。うーん、飛んでるねー。